これあ、始まってますね。あ、始まってますか。よいしょ、よいしょ、いいちょっと待ってください。こんばんは、お久しぶりです。皆さんお元気ですか。私はこんな感じです。よし、あ、いつもゲスト呼び込む形式だったのに。あ、そうだった、はい、やらかした。ゲストです。自分で、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんはっつっていつもやってたんですけど。あ、そうなの。熱い。ラストインスタライブ始めまーすですね。そうですね。明日は綾乃さんです。はい、こんばんは。暑いですね、ここ。梅雨入りましたね。何してるんですか。あ、読んでる。いや、読んでるっていうか、まあなんか絵文字とかだったっけ。あの、まあなんとなく言って、ちょっと見れるようにして。梅雨ですね。黒様、皆さんいかがお過ごしでしょうか。と、最後のインスタライブなんで、なるべく質問にお答えできたらなと思いますが、どんなんがいいんやろ。どんなんがいいんやろ。もう拝見できないかと心配だった。あ、でもあと一回反感で皆さんにお会いできますね、きっと。これ入れて、今日入れて2回、あと2回です。岩坂さんいい人なんだろうなとずっと思ってましたよ。それは気のせいかもしれません。ずっと思ってくれてた。ありがたいですけど。あ、奈々さんからのホットプレート使ってますか。使ってますよ。ちょうど今日その話してた。あ、確かに。あ、好きなお菓子は何ですか。好きなお菓子、最近ハマってるのはカヌレです。カヌレ、あ、爪かわいいですって。じゃセルフですよね。セルフなんでちょっと遠目から。失礼して。失礼しました。何かご結婚されるのですね、新垣結衣さん。ねえ、あ、確かに今日そういう日だった。おめでとうございます。さぞかし皆さん悲しんでらっしゃる。あ、そっか、そういう人もいるか。今日は青汁ですか。私は青汁です。私はコーヒーです。乾杯。乾杯。もう皆さん家にいるんですかね。でも6時半で見てくれてるってことは。そうじゃん。そうですよね。6時半ちょっと過ぎちゃったけど、ご飯食べてるのかな。うん、出待ちしたことあるけど、岩坂さん久光製薬で一番ふわふわしてるなとずっと思ってました。さあ、それはどうかな。ふわ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 はしてないでしょ、どう考えても。家にいますよ。あ、KP ご飯食べながら見てます。 KP 今日のご飯は何ですかっていうのが結構好き。あ、こっちが質問するの。はい、皆さんに答えても。え、奈々さん今後にはどうするんですかっていうのは OK ですか。 OK も何も、あの、未定です。未定です。未定です。家にいますよ。そうなのね。どうしようか。その場所どこですか。テントっぽい。テントじゃないです。あの、あれが、あれです。これなんて言うんだっけ、こういうの。これは飛沫防止。あ、そう、対策なんで。テントではないです。博多弁喋れますか。喋れません。確かに奈々さんあんまり出ないですよね。うん、家族とかと喋っとるときは出てると思うけど、こういうときは絶対出ないよ。うん、え、なんかじゃがいも送ってきてる人がいる。じゃがいも？夜ご飯じゃがいもってことかな。あ、そういうこと？カレーってことかな。じゃがいもだけ。
でも肉じゃがかも。あ、そっか、カレーか肉じゃがかポテトフライか。え、こんなんで大丈夫？大丈夫です。あ、ビール持ってる人いるから。乾杯。はじめまして、こんばんは。こんばんは、はじめまして。ボイラー室かと。まあでもそんな感じ。ななさんの好きな食べ物教えてください。え、好きな食べ物、なんか若い時はオムライスとか言ってたけど、もう全然違います。何ですか？え、今は何だろう。全然違うやつ教えられても。好きな食べ物聞かれてるのに。いや、若い時はってちゃんと言った。若い時はオムライスとか言ってたんですけど、はい、今は何だろうな。おつまみみたいな。え、でもずっとタコワサって言ってるの。あ、タコワサ、タコワサ大好き。それ今もわさび系美味しいですよね。わさび系、うん。あ、1年前2人でライブされてた時にチリコンカーンとかミルメイクの話のコメントしたチリコンカーンね。チリコンカーン、あれ1年前か。早いな。めっちゃ福岡の話してましたよね。してた。今日もしてたよね。地元の話。地元の話。地元の人だったら面白い話。なんだっけ。あ、違う、あの、違う、若い時の話だ。若い時に何が流行ったとか。まあ、年は3つ違うけど一緒だったよね、うん、ほぼほぼ、うん、ほぼほぼ。そう、中学校とか小学校で流行ったなんかキャラクターとか、なんやろ、洋服ブランド。そう、このそう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 、ブランドとか、あとなんだっけくらいかな。あとなんか番組とかね、うん、すごいこれ見てたとかありますね。お肌がめっちゃ綺麗って。綺麗ですよね、奈々さん。いや、今荒れてます。あれあれか、このライトだな。ああ。手からしてくれてる。対談発表されてから今日まで何をして過ごされましたか？なんだろう、今日まで、はい、家でゆっくり過ごしてました。確かに上の空白がありすぎるから、もうちょっと近づけたらいいのにって言われたんで、ちょっと見合います。あ、だからボイラー室とか言われたんじゃん。ちょっとね、スタンドを変えたから。じゃあこれを見せたかったんで、あのみきちゃんがセットしてくれてたんです。なんでちょっとあのもっと首を上があれになっちゃってたんですよ、皆さん。いい感じですかね。うん、多分近くなった、うん、なんか近くなってると思う。ちょっとは、あー、どうでしょう、どうでしょう。このスタンドえぐいことになって。そう、スタンドがすごい頑張ってくれてますけど、熱っ、ここ汗かきそう。すごい、ラストライブ、ラストライブ。かなり良くなった。わー、良かった、ありがとうございます。え、すごい。アーカイブお願いします。実はアナの機内から見てます。今空の上、もうすぐ着陸態勢。シートベルト着用サイン点滅したかな。してるよ、きっと。さよならの代わりには誰が命名したんですか。テララララ、ナナさんが最後にね、テーピングを置いてたから。あ、そう。でもあれはなんか本当は野本梨花ちゃんが奈々さんシューズでしたらいいじゃないですかってなったんですけど、うん、シューズ履いてたからごめんね、これでするっつって使用済みテーピングでした。ウケる。中学の時バスケ部からスカウトされませんでしたか。いや、スカウトはされてないですけど、バスケ部に入る予定だったけど、その中学校でできた友達がもう、その子はバレエを始めてて、ほんでなんか誘ってくれた友達。あ、そう、誘っ、なんかちょうど中学校から始めたんで仮入部期間っていうのがあって、そこでなんだっけ、ちょうど体育館使える日がバスケ部とバレー部が逆で、それでそのちょうど行った時がバレー部が体育館の日で、その仲良くなった子がじゃあバレー部来なよみたいな誘ってくれて、仮入部やったらすごい楽しくて、そっからバスケ部の仮入部行かず、すぐバレー部入ったっていう。じゃあもうバレー部しか仮入部やってないんですか。そう。
そうなんだ。そうなんです。岩坂さんって本当に身長プロフィール通りなんですか、もっと高く見えますけどって。うーん、さあそれはどうかな。受ける詰められてる。トーリーの時はシャツに何て書いてたんですか。最後は集中力。ここにね、集中力って書いてました。最後やだ。ナナさんの決めポーズってどんなやつですか。決めポーズあるんですか。決めポーズ、いや、ないないない。今ちょっとやろうとしてたの。いや、ないないない。決めポーズない。逆に何、誰かの決めポーズとかあんのかな。ないよね、みんな。みんな喜び方それぞれ。ナナさんの決めポーズってどんなやつですかって。決めポーズもうすることもないしな。ナナさんでも結構よくこうやってやってますよね。いや、それ一枚だけやん。最近の、あの、月丸さんが出してくれたやつだけやん。違う違う。だってあの、おととしの、オールスターとかもなんかずっとこうやってやってた。生きてた。いや、生きてたとかじゃないけど。なんでだろう、なんかあったんかな、その時に。でも流行り、流行った。モデルとかできそう。指パッチン、指パッチン、指パッチンポーズとかしてたんかな。あ、だからこれですね。あ、そういうこと。あ、指パッチンからのあれだったんかな。わかんないけど、シュウペイやって、シュウペイでーす。あ、やってまーす。いやいや、やってくださいよ。なんでできません。めっちゃおもろ。シュウペイでーす。画面がいろいろと切れてます。え、あの、そっちだよ、多分。いや、でもちょっとめっちゃ汗かいてるから、ちょっと見苦しいんで。あっつ。今日は何曜日だ。今日は水曜日。あ、じゃあ1週間の中間なんでね、皆さんまだ折り返しですね。折り返しだから頑張りましょう、今週1週間も。急にご飯粒ついてますって。え、どこどこ。え、わかんない。爪じゃなくて、あ、ご飯粒。ご飯食べてないんですけど。どっかついてたら。僕は小中とバスケ部でしたが、女子バレー部に可愛い子がいて男子バレー部に入りました。あ、でどうなったんだろう。でもほら、男子バレーのね、あれに繋がったかもしれないじゃん。あれ、うん、なんかこう人気知らないけど。え、その人が。うん、なんかその人かどうかは分かんないけど。ウケる。うん、練習できてたんかな。集中できとったんかな。確かに隣でやってたの。かわいすぎて。うん。あ、洋服で苦労されてますかって。だいぶ、その中学校に流行った時の服のね、話もね、これ着たかったけど、やっぱ大きいからツンツルテンやんみたいなっていう話はあるから。ツンツルテン。服のメーカーとかにもよるけど、困る時はありますね。バレー選手あるあるじゃない、うん、長身女子あるある。あ、そうだね、長身女子あるある。でもスタイルいいからな、みんな。嘘です、サーセンって。多分ご飯粒、ご飯粒の話。まさか言われるとは思ってなかったんだろうね。ご飯粒のやつ。すいませんね、変なの拾って。内川誠一さんに対してアゴタッチをしたことはありますか。いやいや、絶対にありません。恐れ多い。うん。好きなジュースは何ですか。好きなジュース、あ、でもジュースじゃないけど、ほうじ茶とか好きだったよね。ほうじ茶、違う、そういうことしなくて。いや、さっきから好きなジュース聞かれてるのにジュースは教えてくれないし、好きな食べ物も教えてくれない。最初さ、何でも答えますとか言っててね。ジュースじゃないんですけど。早速ジュースなんだろう。そうだな、ジュース、ジュース、でもなんだろう。あ、タリーズです。あーコーヒーだけど。ココルルとか流行りませんでした。あ、やった、そう、ね、その話をしてたんですよ。じゃあ同世代かな、ココルル、言ってくれた人。リズリさん、ワンウェイとか言って。そうそう、あとあれ、あのラバーズハウスとか。ラバーズハウス。ネイル見たいですって。いや、もう汚いんで、自分でしてるので。すごい、セルフネイル見えてるかな。ご飯食べじゃないです。岩坂奈々の
アンミカへの道見たいです。アンミカの絵のなんかやったんですか。え、ないけど何もやってない。アンミカさん、どっからどういうことでそうなっとるの。怖いな。あ、さっき男子バレー部に入ったって言った子、はい、その子には2回告白してダメでした。結果バレーがその子以上に好きになりました。あ、よかった。じゃあよかった、男子バレーに貢献されました。素晴らしい。中学校の同級生で白水くん覚えてますか。いや、めっちゃ自分なんで。ああ、けどいいの答えしてますけど。いいんじゃないですか。なんかあの読みたいやつを読んでくださいね。酔っ払ったら陽気になるって本当ですか。いや、ほんの本当だと思う。なんで知ってるの、怖い。なんかで言ったんじゃないですか。あ、言ったかな。まあまあ陽気やと思う。陽気やね、うん、酔っ払ったら。春巻き好きですか。春巻き好きですか。春巻き、春巻き、餃子かな。餃子の方が好き。まあどっちかというと春巻きって言われてるけど、ね、また答えてないけども。どうしよう、何がいいかな。ビキニ派ですか。ビキニこのスクミーズ派です。だってさ、中学校のスクール水着だったから。それから、あ、水着着てるわ。え、あのいつ、あれリカバリーかなんかで。あ、でもまあ残念ながらビキニではないですね。あ、なんか岩坂奈々さんは記念グッズかなんか出ないんですかって。出るって言ってましたっけ。いや、需要があれば。需要があれば。需要があればなんで、そんな出ないかもしれないし、出してくださるかもしれないし。少々お待ちを。少々お待ちを。少々お待ちを。あ、ご飯炊けたとか言って。ラーメンの硬さはバリ硬派ですか。あ、私硬い、ラーメンに限らず麺は硬い派なんで。硬麺派。そうですね。こんばんマーティン。あ、ちょっと今スタッフから LINE 来てグッズ出ますとか言って。あ、失礼しました。グッズうるさ。出してくださるそうなので、しばしお待ちを。しばしお待ちを。あるよ。あ、需要ね、ありますよね。あるか。奈良さんカラオケ行きますか。全然行かない。歌わないですか。歌わないね。どっちかというと行くってなったらこう見てる方だと思う、こうやって。だからなんか聞いてる。あ、そうそう、聞いてる聞いてる。見てるはそうだね。グッズ楽しみですね。うん、まあそうですね、何が出るのかな。何が出るのかな。大相撲夏場所真っ只中、注目の力士は。いや、わかんない。ズバリ。わかんない。相撲勉強します。面白い相撲。でもね、どうなんだろう。中学生の時とかお相撲さんよく見てたぐらい、うん、福岡多いですよね、うん、お相撲さん。それしかないからちょっと。近くに相撲部屋あった。奈々さん勉強、ん？奈々さん勉強好きですか？勉強好きではなかったかな。あ、でも科目とかによってましたね。好きな科目はなんだろう。別にタイプでもなかったし。科目によりますねって言ったからですよ、奈々さんが。だから聞いたんですけど。ごめんなさい。元気そうで、はい、元気にしてます。何でもいいので福岡弁で喋ってください。なんとかしとうとうとか。なんでやねん。おお、だそうですよ。なんでやねんじゃないけどね。なんだろう。あ、すごい、なんかお相撲さんのすごい名前。照ノ富士、今日反則で初黒星。他に技計賞、わかんない。すごいいっぱい、ありがとうございます。
さっきから結構彼氏は同じ身長あるいは低い方でも大丈夫ってすごい聞いてる人がいます。誰だ、誰なんだ。現金派、キャッシュレス派。え、でもそう、でも最近ね、本当はキャッシュレス、今までは現金派だったけど、そろそろキャッシュレスとか ポイントとかの勉強しなきゃなって思ってる真っ只中です。ポイ活。あ、そうそう、ポイ活。ズバリオムライスと天津飯どっちが好きですか。だったらオムライスかな。ラストライブなのにさ、なんかね、まあいいか。では YouTube の撮影中なのでドローンします。ありがとうございます。撮影中に。ありがとうございます。そうね、なんだろう、なんかみんなどうやってやってたんだろう、こんな、なんかこんな感じ。はい、あ、そうなんだ。そんな特に。僕は大学まで福岡の平尾に住んでましたが、平尾わかりますか。わかりますよ、バリバリね。一番思い出に残ってる試合ありますか。試合は結構入れ、そういうこう取材とか受けて答えてるのは、はい、あのゴールデンセットした時。あ、でもどの試合もなんか多分それ多分じゃなくて、あの 思い出がたくさん詰まってるけど、ゴールデンセットはすごい印象に残ってますね。この前自転車でこけましたって。あら、大丈夫でしょうか。でもなんか大人になったらこけることってあんまないですよね。そうだね、前めちゃめちゃこけてたけど。そんなに言ってそんなじゃない。確かに。ルーク選手に引退を報告しましたか。はい。はい。ゴールデンセットはファンも思い出です。そうですよね、うん、あれはすごかったな。15分でしたっけ。秋え、もうそれもう覚えてないけど、でもあの更衣室の雰囲気とかがすごい、もういつもなんだろう、負けたらこうちょっとドヨンってするんですけど、その時だけはしてなくて、なんかみんなの顔がいい顔してたし、あ、これいけるわって思えたから、なんかすごい印象に残ってる。あ、なくなっちゃった。みゆ復帰の時ホッピーに両手が印象的です。そう、私もなんかわかんないけどそうしちゃったよね。そういうことですよね。あれ、そう、本当にあれはなんか私も嬉しかったし、私以上にね、みんなが絶対嬉しかったよね。みんなっていうか、もうみんな、うん、みんな、私以上にみんながみんな嬉しかったと思いますよ、あの瞬間は。みゆがコートに帰ってきて、ね、うん、泣きそうでした。もうみゆが泣いちゃってたからね。確かに周りも結構ね、泣きそうっていうか、あ、なんか一緒にいるわみたいな。あ、一緒にいて、あー決まったみたいな。で多分こうしたんだと思う。あれすごいですよね。でも1本目からダイレクト、いや本当にナイストスを上げてくれて。相手誰だったっけ。けどあの瞬間はね、みんなが多分感動したと思います。なんだろう、なんか話すことあったかな。ゆきさんとみやさんにはもうしばらく会えないんですかって。そう、会えない、会えないけど、みん2人とも頑張ってるし、赤さん、赤宮さんも頑張ってるから、うん、エールを送ります。じゃあちょっと送ってもらって。はっ、見てないんだろうな。多分あの二人は見てないと思うんですけど。切り抜いてね、皆さんが TikTok に上げてくれます。知らんけど。TikTok？ あ、なんかよく切り取られて。そうなんだ。あ、みゆとゆきに届けてくれるのかな。多分。ああ、ありがとうございます。わかんない。わかんないけど。久光にいて一番面白かったエピソードを教えてください。なんだ、一番面白かったエピソード、いっぱいあった。12年間もお世話になったから、いろんなことがありすぎて、うん、なんだろう、出てこないな。
一番面白かったこと。なんだろう。ナナさんが一番おもろかったのはなんだろう。なくない？でもナナさんずっとこんな感じでちょっとなんか半分天然みたいなところあるから。いや作ったんよ。結構いい。これが作られてたらもう最強すぎる。作ってるよ。作ってる作ってる。常に作ってるから。本当に。なんかね、あのおもろいことが、私があのおもろかった絶対紹介したい話があって。何？あの太田去年。去年のリーグって、うん、セット間にイベントがあったから、うん、更衣室に戻れたじゃないですか、うんうんうん、その時奈々さん結構戻ってて、で大田区体育館の時に更衣室が遠くて多分時間が間に合わないからっつって、うん、その辺のトイレで着替えたんですよね、うん、でその時多分奈々さんちょっとこう怒ってて思い出す、イライラしてて、トイレで着替えてて、でなんか審判の女性の方とかもいっぱいいらっしゃってそこその中で着替えさせてもらって、なんか出た時になんか久美さんコーチがね、ナナ、うん、さんになんか声かけたんですよ、うん、でもナナさんはもうすごい自分の多分プレーでイライラしてて、なんかうるさいみたいな、分かってるよみたいなことを言いながらコートに戻ったらその審判の人がトイレからブワーって出てきて、うん、え誰誰みたいな、うん、めっちゃえ大丈夫みたいな感じで出てきたんですけど、あそうなんだ、そこまで知らんかった。その時はもうナナさんはコートの方にいてて、残されたのは私だけで、私が叫んだみたいな感じになって、ごめん、ね、大丈夫ですかとか言われてあーもう全然大丈夫、私じゃないしみたいな話は、ごめんなさい、一番怖かったっていう。だから作ってんだよ。え本当に、本当は常にそうかも。怖。アリセの階段ダッシュ好きでしたか？アリセの階段ダッシュ、そんなにしてない。ってかしてない、多分してる時にあんまりいないよね。そうですね、うん、あでもあのしおんちゃんとひかりちゃんがとかをメインにね、みんな頑張ってるよね、うんうんうん、だからいつも帰り際そこ通ってたから、じゃあねーって言って頑張ってバイバイって言ってた。2人ともめっちゃ頑張ってんのに。ナナさん天然すぎて生配信向きじゃないかも。困ったもん。受ける。試合中に起こった珍事件は何かありますか？試合中に起こった珍事件、何やろ。てか面白いエピソードもさないしさ、いや多分あるんですけど思い出せないですよね、パッと。 めっちゃ爆笑したとかある？結構ありますよ、思い出せないけど本当に。まあね、それいろいろ起こしてきてるからね多分。怒ったら怖そう。そうですよ、圧が。そうです。旅行したい場所はありますか？あでも今ねコロナだからいろいろ行けないですけど、落ち着いたら沖縄にも行きたいですし、美味しい海鮮食べに行きたいですし、ゆっくり温泉とかね、いいよね。美味しいもの食べに行きたいですね、旅行で。どこっていうか沖縄、あの石川とかアッサン、コトーさんいらっしゃるから、いいですね、海鮮、うん、いいですね。なんかあのタコかイカのモニュメント見に行きたい。そんなのあるの？はい。知らない。車は運転しますか？運転します。え？何何なんか拾うのかな。あ、海外旅行もそうですね、うん、でもみんな絶対行きたいよね、うん、いろんなとこやっぱ旅行とか、うんうん、我慢してますよね、うん、リフレッシュしにみんな。千葉県もお魚美味しいですよ。へえ、そうなんだ。千葉県イコールあれじゃない、うん、ディズニーランド。あ、そっち。私食べ物なんだっけ、落花生かと思った。え？え、落花生有名じゃないっけ。あ、そうなんですか。千葉、違うかな。落花生、今日は練習でしたか、今坂にかけてるのかな。練習じゃないですよ。
練習してたらやばく意識高い練習はしてません。あ、落花生送られてきた。あ、ほら、やっぱり。え、正解なの？え、なんじゃない？だって落花生ゼアス姉さんと同じ誕生日なんですって。じゃあ111 111ですね、うん、あ、落花生有名です。あ、ほら、やっぱり。へえ、そうなんだ。うん、あ、そうね、納豆ね。千葉行こう、マツコ。へえ。あとはあ、呼ぶ子のイカね、そう。あ、やばい、放送事故。呼ぶ子のイカ美味しい。セーフ。アウト。セーフでした。あ、うどんね、香川、そう、うどん食べたい。あと香川はなんだっけ、鳥も有名だよね、あの鳥？チキンみたい。あ、危ない。熱い、うん、ちょっと私映んないから、ちょっとこれ脱いでいいですかね。みんな事故事故って言ってる。熱いんだ。事故ではない。あ、台湾からのファンです。すごい、ありがとうございます。いいってみんな。あ、これ、あ、これね、ギリギリアウト。あ、そう、骨付きの鳥、そう。広島来てください。広島シリアンライス大好きです。あ、びっくりした、乗っ取ってくる。シリアンライス、ただ、ただの突っ張り棒。好きなサラのご飯ありますか？サラのご飯、イカじゃん、イカ。あ、イカ、めっちゃ名産に詳しいですね。確かに食べ物好きなんで怖い。あ、ちょっと行きましょう。皆さんは何が好きですか？じゃあ逆質問します。というか皆さんが住んでる町のあの美味しいものをね。あ、確かに、教えてもらえたら食べに行きます。あの、このこれ、このキャラクター流行ったよねとか、なんかあったらそういう話もしたい。あ、じゃあ、あの平成トーク。じゃあキャラクター、あの、いい、いろいろ言ってと。どうぞ。アフロ犬とか。あ、アフロ犬ね。焦げパンやろ、あとタレパンダやろ。あ、流行った。あの、絶対家庭科の授業とかでクッションカバーとか作ったやつ私アフロ犬のアフロ犬のカバー作りました。皆さんは何作りました？私ピコ。ピコ懐かしい。あと、あの、なんかこうポケモンの鉛筆みたいな流行りませんでした？あー、ベベルなんとか、こうピロローンってして。あ、ポムポムプリンね。ポムポムプリン、爽やかハンバーグ。あ、静岡ね。あ、すげー。あ、皆さん特産も教えてくれてるんだ。キャラクターと、あ、と聞いて、え、ガタゴロウやんあ、キャラクター、ハム太郎、確かにあ、双子妊娠中です、エールをください、エールをあげます文化やん。よし、届きました。虫キング。虫キング知らん。え、知らない。知らない。みんな特産もすごい教えてくれてるね。私がさ、食べ物とかさ、キャラクターとか言ったからどっちかに絞ればよかったよね。いや、まだ間に合います。まだ間に合う。じゃあキャラクターとか流行ったものにします。はい、皆さんの流行ったものは何ですか？あ、いろんな匂いのペン。あ、やった。あとミルキーペン。それも知らない。え、あの黒いあの紙とかに書いてやるやつ。あ、はいはいはい、光らせて。そう、ミルキーペン。あとは何やろうな、あと何やろ、何が流行ったかな、そこまで。あ、いいからとかいいから、いいから、カラオケができるやつ。そう、あとあれですよね、モームスのカード、うん、あ、モームスのカード、駄菓子屋さんとかやりやった、駄菓子屋さんで上から引っ張るやつ。そう、下敷きとかあってさ、絶対ボコボコになるやつ、紙だけあったお邪魔女世代。そう、お邪魔女ドレミ見てました。あと、しずくちゃんね。あー、こういうやつやろ。あったあった、しずくちゃん
ロケット鉛筆。ロケット鉛筆、ああ、そうね。なんだ、あ、プロフィール帳確かに流行った。あとあの交換日記とかね、今日言ってたんだよね、交換日記のあの鍵がついとるやつお茶券三宝石三宝石めっちゃ買ってたやったやった、体育館の裏に呼び出し、え、どういうことおでんくん、いないいないバーとかちょっとあれじゃない、ちょっともう赤ちゃんじゃんね、いないいないバーってあのあれ犬のやつか、犬のやつだと思う。あーそう、懐かしいな、ゲームボーイみたいなシャンプーそんなシャンプーあったのかな、知らないな。え、あややのシャンプー使ってました、ね、あのいい匂いのやつね、うん、そう使ってた、だいたいあやの、あや、あやいやだよあややのやつだよ、あややのやつ、ラブ&ベリー、ラブ&ベリーわかんないかも、ゲーム、ねー、あと何が流行りました？あと何やろ？結構出ましたよ。ジュリアナ東京世代わからん、ちょっとそこまでは申し訳ないですけど、解決ゾロリあった、あ、行ったとかじゃない、三団子三兄弟、グーチョコランダね、あ、チャオね、チャオチャオチャオな、チャオのやつ何でしたっけ、あのえ、あれやろ、ぷくぷく天然怪談もやろ、違う違う違う、それは知らないんですよ、見るまでポン、あ、見るまでポン、ぷくぷく天然回覧板、あ、キョロちゃんね、あ、ガンコちゃん、ピンクパンサー、ピンクパンサー、あ、豚麺食べてた、あ、桃の天然水、あ、おい、でも飲んでた飲んでた、懐かしい、うん、おしゃれもら、今もやってますよねああ、キラレボ、キラリンレボリューション、あ、ゴリエ、ゴリエ、キラリンレボリューション、わかる、ニコニコプン私ニコニコプン世代ではないかもしれない、あの4人のやつ知らない、ニコニコプン、ニコニコプンというか、なんだろう、途中から参加しました、これは何の話題ですかあの昔流行ったものとかキャラクターとかものとかを今みんなで言い合ってます、うん、別冊マーガレット、あ、めっちゃ読んでた、でも最初は絶対、あ、絶対って言っちゃいけない、チャオをちょっと仲良しも気になる、うん、なんかリボンはお姉さんって感じだった、うん、あとあれですよね、プレイボーイじゃないや、間違えたコロコロピーチガールちょっとやめなさいよピーチガール、プレイボーイっていう、でも服ありましたよね、ドンキとか耳のやつね、耳、あ、そうそうそう、さっき耳、あ、そう、チャオとね、リボンで分かれてましたよね、私もそうです、でもみんな絶対一冊ずつ買ったことあるよね、うん、ある、だいたいプリキュア、うん、お邪魔女ドレミ好きだったな、めっちゃ見てた、あずきちゃんね、あずきちゃんはリサも好きですよ、あずきちゃん知らない、忍者ハットリくん、ちょっとえ、忍者ハットリくんはちょっと前かな卵クラブって、あの卵クラブ、ひよこクラブのやつ、うんうん、卵クラブ、ひよこクラブ、ペン回しね、流行った、やってた、なんかやってたわ岩坂さん、僕のお母さんですかいや違いますもう終わらんやんこれあ、確かにみんな、ワンナイね、ワンナイ、ワンナイ流行ったな、タックナンバーワン、うん、そう、たまごっちね、持ってた、あとなんだろう、何持ってたっけな、どう、なんだろう、なんさん絶対体育会系じゃないですよね、女の子系ですよね、え、どう、この図体絶対体育会系でしょ、え、でもその男子と走り回ってとかじゃないですよね、あ、うん、それもない、お絵描きタイプですよね、ないないない、お絵描きタイプ、教室でお絵描き、あ、うん、お絵描きタイプ、お絵描きもそんなに上手でもないけど、そんな走り回ってもなかったなリカちゃん人形、
うん、リカちゃん人形も流行ったな。え、今女子大生に古着で流行ってるって。女子大生に古着で流行ってる。何？え、へえ、やっぱ時代は回るっていうからね。うん、そうなんだ。たまごっちはちゃんと育てたの？ちゃんと育てたけど、なんかよく見たらドクロついてたりしてドクロとかついてましたよね。次はじゃあ何の話したいですかね。うん、確かに皆さん何だろう、何か聞きたいこと。あ、妖怪ウォッチはでもだいぶ大人になってからだな。最近じゃないもん、ね、妖怪ウォッチってってことは若い世代なのかな。うん、何だろう、皆さん何か聞きたいことはありますか。止まらない。ドクタークリップね。 あそこ持つところがパニパニしとるやつやんね。シャベン、あ、そうそうそう、くぐりね、やってた。あ、まあ、やってたじゃなくて持ってた。たまごっち飛行機でなくしました。あら、まあ、あ、バービー人形って言ってる人いる。あー、バービー人形もね。おお、あ、うん、流行った。ポケットビスケッツとブラックビスケット。え、あれですか、千秋。あ、そうそうそう、流行った流行った。落ち込んだ時に聴く曲教えてください。落ち込んだ時に聴く曲、落ち込む時はあんまり曲聴いてないと思う。なんだろう、逆に聴いてるの何ですか。前髪の分け目の比率教えてください。比率そんな、こんな比率特に決めてません、前髪の比率は。初代 DS、 どんな DS なんだろう。銀のやつかも。なんだろうな、 YouTube は何見ますか。あー、 YouTube そんな見ないんだよな。あれ見るって言ってませんでした。なんかさばいていく。え、見ないよ。あ、見ないの、うん、そんな見ないよ。なんかあの去年とかさ、緊急事態が出て家にいなきゃいけなかったじゃん。その時はあのエクササイズとか見てた。あ、そっからなんか YouTube を見るようになりましたね。よく聞いた曲やアーティストは、なんかその時にあ、これ響いたなっていう曲ばっか試合前は聴いてたから、これは聴くっていうのはあんまりなかったけど、あのシャイニーの曲とかよく聴いてました。あ、シャイニー、うん、おっとりさんで、おっとりさんでもない。おっとりさんですよ。そうでもない。いや、私を知ってる人は多分分かってるとは思うけど、案外うっとりでもない。好きな、どうだろう、なんか聞きたいこと。奈々さん、あ、岩坂さんの隣には誰が。吉田美紀さんです。みんな歌を教えてくれてますね。あ、そうなんだ。全然読めてませんが、すみません。スニーカーは何を履いてますか。コンバースが多いですね、私。切れることもあるんですか。ありますよ、普通に。めっちゃ切れネタ気になってる。切れキャラ、今日からキレキャラなったかな。いや、なってないと思うんですけど。でも普通に切れますよ、全然。几帳面ですか、ガサツですか。時と場合によってるよね、きっと。いや、でも基本几帳面。うん、花さんは結構几帳面ですね。絶対畳むし、服とか絶対畳むか。でも急いでる時はすいませんって言って渡してた時あったね、こういう試合前とか。基本がね、すごい
いいエピソード教えてください。切れたこととか。切れたこと、ね、いっぱいあるから。いいエピソードは言いません。ないので。なんかね、面白いこと結構あるんですけどね、旦那さんの面白話。今日は事故多発ですねって。そうでもないですよ。お、私はあんまり切れられたことはないんですけど、なんかまあまあ切れてるよ。え、ね、気づいてないだけ。切れてる。ん、吉田さん何回切れられましたかって、私に。だってね、トゲトゲしてる時に出会ったからね、常に。確かに確かに、ね、若い時の方がね、トゲトゲ若い。いや今もだけどね。一番したいこと、確かに。あ、でも旅行ですかね、一番したいことは。旅行でもまだできないので、できる時まで待ちます。それまでにいろいろ計画してできるようになったら、いろんなとこに旅行しに行きたいですね。いやいや、棒読みしたいですね。今後は何かお仕事されますか。未定です。お仕事、お仕事、今日も切れてますか。もう振りですよ、振り。そういうのにはお答えできません。今日と明日って言わないと。うん、できません。皆さん旅行したいですよね。頑張りましょう。旅行ができるようになるまで、みんなで。岩手県、私岩手県に試合行ったことあるかな。いや、ありますよ。ある。私があるから。あ、うん、でも国体だだよね。行ってないな、高校生。え、言いました、言いました。あ、いた。はい、岩手。あ、いや違う。あ、でもそうだね、いろんなと、リーグ始まるとやっぱいろんな県さ行けたからすごかったよね。うん、もう全部行ってますか大体。いや多分行ってないんだよ。青森県とか多分私行ってないんだよ。多分チーム行ったけど、はい、怪我してたから行ってなかったと思うんだよね。あ、海外も行きたいですよね。え、これアスさんじゃない、アスって。あ、リーグで会ったよ。会ったみたいです。あ、八戸岩手行ったわ。行ってました。すみません。八戸は 何県岩手。わかんないけど行ってた。岩手県行ってました、ごめんなさい。ちょっと上の方は、ね、あ、そうそう、花巻、そうそう。あ、はいはいはい、花巻行ってました。嘘ついちゃったわ。あ、そうだ、行ったわ。え、キッズエスコー、あ、息子がさんが、ほー、すごい。さぞかし大きくなってるんだろうね。だってもう何年前だ。ですよね。え、八戸、青森。八戸、私めっちゃ覚えてる。いや、私も、ごめんなさい。床がタラフレックスになったばっかりで。あ、でも多分、多分そこ私行ってない。青森県行ったことないもん。え、本当ですか。怪我して、多分行ってない。怪我とかしましたっけ。してるしてる、結構してる、こう見れて。そうだ、よくわかんないんだよな。北海道、南は沖縄試合行ったのは覚えてる。北海道、南は沖縄。急に。いや、今なんかいろんなところを巡っちゃってたから勝手に。なるほど、うん、だから行ったことのない県もまだあると思うな。え、どこまででもね、はるちゃんバスは。え、北海道に行ったらはるちゃんバス来ます。いや、その時来てた気がする。わあ、すごいな。さすがに沖縄は来ないですよね。沖縄はね、うん、違ったと思う。全然。何か面白い質問来てる。広島は来たことありますか。広島ね、リーグないんですよね、女子。ああ、確かに。チームがないから広島も。あ、でも広島、広島は行ったことはありますね。試合もあるかな。うん、はるちゃんそっくりですよね。あ、どっち、新旧。いや、旧だったらこんななってるでしょ。あんな嘘っぺらくないしね。ピロンピロンやん。あの、はるちゃん
新はるちゃん、あ、ここいたわ、はるちゃん、はるちゃんね、え、そっくりかな、身長めちゃめちゃちっちゃいけど、はるちゃん、いや、顔ですよね、顔、鳥顔じゃん。なんだっけ、うぐ、めじろ、あ、めじろちゃん、危ない危ない危ない、めじろ顔ってことか、じゃあ、え、はるちゃんバスは陸路、フェリー、え、どっちなんだろう、どっちもじゃない、そりゃそうですよね、うん、そう、このはるちゃん皆さんかけます、私ちょっと苦戦した、このはるちゃん、うん、あ、だから爪はるちゃん色にしてる、あ、そういうこと、あ、そうそうそう、ラストのインスタライブだからこの爪の色もはるちゃんの色にしました。バスの座る場所って決まってますか？決まってますね、だいたい年上から決めれます、年功序列、うん、移動のバスの中では何してましたか？ドラマとか見てましたね。おお。子供の頃ペット飼ってましたか？とハムスター飼ってました、ね、あのこうやってしてました、ハムスター、あー、うん、あるある。サインは誰に作ってもらいましたか？サインは、最終的なサインはあの咲野さんと原さんに作ってもらって、それをずっと使わせてもらってました。カズセキは誰ですかって、カズセキってどこなんだろう、カズ一番後ろ、サッカーのカズさん、一番後ろのなんかイメージね、一番後ろのど真ん中かな、うん、それでも一番きついですからね、だからそこはでも座ってないかな基本、うん、今なくなりましたよね、 あれ、そっか、新しくなって、もう1時間経つよ、本当だ、早っ、早い、今日入れてあと皆さんにお会いできるのは2か E 2か E 2か E、 あ、サインボールの箱にはるちゃん書いてありましたって、あ、レアですね、ありがとうございます、あ、サッカーの数だって、一番後ろの左側、誰ですか、どっちから見て左、あ、ミュウじゃない、ミュウさん、うん、カズセキ、うん、キングミュウ、キングミュウ、ふさわしいじゃないか、キングミュウが座ってます、富山もいいとこですよ、ホタルイカ、ブリ、富山もあります、ブリ美味しそう、ナナちゃん、夕飯食べましたか、まだです、ナナさん手綺麗、寂しい、え、綺麗かなこんなボッコボコの、でもあの断面見せたらいいんですか、断面って、断面って何、どういうこと、こっちのすごい歪んでる、あと特技やります、あーやってた、第一関節曲げ、やれない、私できない、できる指とできない指あるけど、キングミュウ2回寂しいです、そう言ってもらえて嬉しいですけど、あと2回です。今日と、ファン感謝祭オンラインです、はい、あ、YouTube で配信する予定なのでチャンネル登録してない方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします、宣伝、サインボールショーケースに入れて家宝にしてます、ああありがたい、ありがとうございます、あと明日は綾乃さんです、勝手に締める、はい、本当に明日は綾乃さんなので締めに行ってたんですね、見てくださいね、カンカンは泣いちゃう予定ですか、あ、どうだろう、楽しんでると思います、きっと、スマホの待ち受け画面は何の画像ですか、私が好きなイラストレーターさんがいるんですけど、その方が書いた5月のカレンダーです。もう会えないのかな。あと、あと何回も何回も皆さんにお会いできるのは今日入れてあと2。あ、なんかすごい振りみたいな質問来てる。男子バレーですごいなって思うミドルは誰ですか。
いろんな方々がたくさんいるとは思うんですけど、私が一番やっぱりすごいなって思うのは、あのパナソニックの白澤さんです。え、函館で投げてくれたボール持ってるよ。すごい。トス台ましょうって、すごい。ありがたい。イラストレーターってガタゴロ？申し訳ないですけど、ガタゴロではない。ガタゴロもね、カレンダー配信してくれたらいいね。あ、確かに。ガタゴロ絵うまいからな。うん。見ました皆さん。絵上手ですよね、ガタゴロ。モデルとかやらないんですか？なれません。今日入れたあと2回。なんか白澤あかりさんとは言ってない。パナの白澤さん。あ、うちの白澤もあの頑張ってるので、皆さん応援してあげてください。あとみんなだけどね、うん、特に同じポジションの浜松平山荒木の応援よろしくお願いします。片五郎が、え、老いじゃない方って。違う方。もう終わっちゃうよ。あ、スクショタイムくださいって。あと2。この秘密な日々のピース、あと2回か。早いですね。このスクショタイムしてる、ここにこの閉じてる時に当たった人は、まあそれもそれで運命ってことで。終わり。終わり。終わらせた。どうでしょうか。あ、コメント消せますか。了解です。ちょっと待ってくださいね。あ、もう一回ですね。ラストタイムこんな感じでしたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今こっちでやらないといけないな。コメント消します。一瞬どうぞ。はい、はい、どうでしょうか。取れました。指がこう閉じた時になった人はどんまい。もっと近づいてほしい。いや、もう近寄れないんですよ。もっと若かったら近づいたけど。若かったな。ああ、もうこれ湿気がね、ほんと天パにもきついし、粘着力にもなんか大丈夫かな。ラストライブなのに皆さん楽しんでいただけましたか。私はなんかみんなとなんて皆さんとなんか懐かしい話とかできたから、まあ個人的に楽しかったんですけど、どうでしょうか。どうでした。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございました。今まで12年間たくさんの応援、勝手に閉めるけど。閉じてたとこ取れた。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもみんなの応援お願いします。楽しかったって言ってもらえてよかったです。なんかちょっと、はい、休ませていただきます。じゃあもう今日で終わるから、あと1回、うるさいようですが、カンカンもありますので、最後また会いましょう。あ、月丸さんがありがとうございました、お疲れ様でした。ありがとうございました。いっぱい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 困ってるみたい。今日は大雨、アホ毛注意ですよ。そうですよ、本当に。これバイバイ、ちょっとバイバイ。ありがとうございます皆さん。わー、いいですね最後みんな。12年間ありがとうございました。本当にありがたいですよ。パチ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 、あ、パチパチってこと、うん、おー、すごい。バイバイとか言われると寂しい。でもバイバイなんです。
たまには出没してね。さあどうかな。みんなで応援しましょう。これからの久光を。楽しかった。仕事頑張れます。あとは残り1週間みんなで頑張りましょう。どういうこと？あの折り返しって最初に言ったけん。なるほど。この後の人生も大切に。はい、ありがとうございます。お互い大切にしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私が消さないとね。これが、あ、おいしそう。皆さん本当に終わりますよ。また反感でラストお会いしましょうね。皆さん本当に12年間ありがとうございました。これからも久光の応援よろしくお願いします。棒読み。本当にね、いろいろ応援どんな時も変わらずありがとうございます。ファンカン楽しみに待ってます。私も待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。今日は終わります。明日は綾乃さんです。皆さん遊びに来てください。切ります。